大人気俳優として活躍していた小出圭介さん。一時期は、小出圭介さんをテレビで見ない日はないくらいでしたよね。しかし、2017年にスキャンダルを起こしてからメディアで見かけなくなりました。最近は、活動を再開し、徐々にメディアに登場するようになってきていますが、小出圭介ってそもそも何したんだっけ?って気になっていませんか?そこで今回は、小出圭介さんが2017年に活動休止に至った経緯を解説していきます。目次、小出圭介は何したの?小出圭介のスクープがフライデーされる。小出圭介は不起訴処分に。小出圭介はハニートラップにはめられた。小出圭介の出演作品への影響。小出圭介の違約金は5億円。小出圭介はニューヨークに留学していた。小出圭介の現在は、小出圭介は何したの?小出圭介のスクープがフライデーされる。小出圭介フライデー画像。小出圭介さんは、2017年6月9日、週刊誌、フライデーによってスキャンダルが報道されました。その内容は、未成年女性との飲酒と、その女性と不適切な関係になったこと。真面目で礼儀正しいイメージが強かった小出圭介さん。それだけに、その衝撃はとても大きなものでしたよね。スキャンダルは、小出圭介さんが仕事の関係で大阪滞在していた時に起こりました。小出圭介は何をした?スキャンダル画像。小出圭介さんは、バーで8人ほどの男女で飲んでいました。その時、小出圭介さんが、若い子を紹介してほしい、と言ったことで、未成年の女性が呼ばれたようです。小出圭介は何をした?スキャンダル画像。小出圭介さんは、呼び出された未成年の女性のことを気に入りました。そして、小出圭介さんは女性にお酒を勧めます。別のバーで二人きりで飲むことも提案した小出圭介さん。バーで飲んだ後、二人で小出圭介さんが宿泊していたホテルへ行きました。小出圭介さんは、女性が未成年と知りながら、不適切な行為を何度も繰り返したそうです。小出圭介は不起訴処分に、小出圭介の不起訴処分の画像、女性が、フライデーにこの情報を持ち込んだことで、小出圭介さんと女性とのことが明るみになりました。小出圭介さんは、この不祥事をきっかけに芸能界で活動を続けることができなくなりました。無期限の活動停止処分になり、その後小出圭介さんはメディアにも登場しなくなります。ただ、女性が被害届を出さなかったので刑事事件にまでは発展しませんでした。女性側との示談も成立したため、小出圭介さんは不起訴処分になっています。そして、1年後の2018年6月には、当時所属していた事務所、アミューズ、との契約も終了しています。小出圭介はハニートラップにはめられた。小出圭介はハニートラップにはめられた。画像?一方で、小出圭介さんは、ハニートラップに引っかかってしまったのではないかとも言われていました。というのも、週刊誌、フライデーに掲載された内容と、事実が異なる可能性が浮上したからです。不祥事の後、ネット上では女性の身元の特定もされていました。そんな中、女性のものと思われるツイッターやラインが拡散されていたのです。撮影で大阪来てて、小出圭介くんと二人でバーに軒行って、なんやかんやおしゃべりして帰ってきた。かっこよかったよー。わら、まる、小出圭介のハニートラップの可能性があるツイッター画像。小出圭介とネタよわら、ガチなやつ、わら、ガチやで、マジカン、すげえや、な、うん、男合わせて8人で飲んでて女の子4人前に立たされて小出圭介が XX 選んでくれた。そっからデートして帝国ホテル泊まったわら。マジカン、マル、小出圭介のハニートラップの可能性があるライン画像。マル、これを見る限り、無理やりホテルに連れて行かれた感じはしませんよね。むしろ、芸能人と特別な関係になれて喜んでいるように感じられます。
小出圭介さんと女性は、関係を持った夜以降も何度も会っていたようです。小出圭介はハニートラップにはめられた。画像、当初、被害に遭った女性は、17歳の女子高生と週刊誌では報じられていました。でも実際は、子供を持つシングルマザー。17歳ではあるけれど、女子高生ではなかったのです。女子高生と子供を持つ母親は、同じ17歳であってもかなり印象が違いますよね。それに、女性はとても大人っぽくて、女性をよく知る飲食店の人も、女子高生とは聞いたことがない、と言っていたようです。小出圭介はハニートラップにはめられた。画像？また、この女性は、小出圭介さんに示談金を要求しています。その額なんと500万。最終的に小出圭介さんと女性の間で、示談金は200万で落ち着いたそうです。もともと、週刊誌に情報を持って行った時にも女性は、小遣い稼ぎになると思った、と言っていたそうなので、小出圭介さんをわざとはめたのではないかと言われていたのですね。小出圭介はハニートラップにはめられた。画像、ただ、小出圭介さんの一連の不祥事は、週刊誌によって情報がバラバラです。2017年6月29日、7月6日号のニュースポストセブンでは、大阪のバーで飲んでいた時に女性も呼ぼうと言ったのは別の男性。示談金は1000万。フライデーに情報提供したのは女性の知人男性。と報道されています。また、出回っている情報はすべて女性側からのものらしく、実際どこまで本当かは明らかにされていません。小出圭介の出演作品への影響。小出圭介の出演作品への影響画像。この不祥事が、小出圭介さんの俳優人生に大きく影響したのは間違いありません。小出圭介さんは、この不祥事がきっかけで次々と出演作品の降板が決まりました。代表的なものは？ドラマ、神様から一言を何はお客様相談室物語、NHK。ドラマ、ジミーアホみたいなほんまの話、Netflix。ドラマ、愛してたって、秘密はある、日本テレビ系。映画、家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。丸、です。小出圭介さんの不祥事発覚時、NHK のドラマ、神様から一言を何はお客様相談室物語は放送直前でした。なので、代役を立てて取り直すこともできず、放送中止が決定しています。その他の作品は、小出圭介さんの代役を立てて放送されています。小出圭介のマウントレーニア画像。小出圭介さんは当時、CM にも多数出演していました。森永乳業のマウントレーニアの CM にも出演していましたね。しかし、森永乳業との CM 契約も、小出圭介さんの活動休止の発表と同日に解消されています。他にも、小出圭介さんが出演していた多くの CM が放送中止になってしまいました。小出圭介の違約金は5億円。小出圭介の違約金は5億円画像。小出圭介さんの一連の騒動での違約金は約5億円と言われています。小出圭介さんは当時、大人気俳優で様々なメディアに出演していたため、違約金もかなり高額ですね。この金額を小出圭介さんの当時の所属事務所、アミューズが肩代わりしたと報道されています。アミューズといえば、6月4日、未成年女性との飲酒トラブルで無期限活動休止だった俳優の小出圭介、34、との専属契約終了を発表したばかり。同時に、このトラブルで生じた違約金など約5億円とも言われる小出の負債を、チャラにしたことも明らかになりました。引用元、週刊女性プライム。つまり、小出圭介さんは違約金を支払うことなく、1年後にアミューズを退所しています。小出圭介はニューヨークに留学していた。小出圭介のアメリカニューヨーク留学画像。小出圭介さんは、2018年10月からアメリカニューヨークに留学しています。不祥事によって時間ができたことで、昔からやってみたかったという留学に挑戦したそうです。
語学学校に通い英語を勉強した小出圭介さん。2019年1月からは演劇学校に通っていたそうです。小出圭介さんが留学先にアメリカを選んだ理由は？アメリカのエンターテイメントに憧れがあったから。昔からアメリカのエンターテイメントへの憧れがあり、留学ということも含めて生活してみたいとずっと思っていました。自分を見つめ直す時間ができて、この機会しかないと思って決意しました。引用元、Yahoo ニュース。日本とアメリカの違いに戸惑うことも多かったという小出圭介さん。日本人の良さや日本の俳優をアピールしたい。丸と今後の俳優としての活動することへの意欲も示しています。小出圭介の現在は、小出圭介の現在は、画像、小出圭介さんは、2020年からビズメディアに所属し、芸能活動を再開しています。2020年9月には、ニューヨークのオフブロードウェイで、ミュージカルに出演予定でした。小出圭介さんは、このミュージカル、煙突の街のプペルの主演で、芸能界に復帰すると報道されていました。しかし、残念ながらコロナの影響で公演は延期。公演延期をきっかけに、日本での芸能活動再開を決定したようです。小出圭介の現在は、画像、2021年5月21日には、映画、女たちへの出演が決まっています。小出圭介さんは、今後、日米を往復しながら芸能活動を続けていくそう。小出圭介さんの今後の活動に期待したいですね。